改めまして、映画劇場例監督キャストの皆様です。今一度、大きな拍手をお願いいたします。<music> ありがとうございます。それでは、まずは初日を迎えた、今のお気持ちと、ともに、一言ずつご挨拶を頂戴いたします。では、中田監督、お願いいたします。はい、えー、っと。 そうですね、この映画がスタートしたのは黒湯団地が公開されてもうすぐでそこから2年半で、えー、と島崎さんをオーディションで選んでからもう1年半かなだからこう皆様にお届けするのにこう、まあ、時間をかけてあの仕上げも、えー、時間をかけて丹精込めて作ったちょっとその J ホラー20年やってきましたけれどもあのまた違う新境地でちょっとイタリアのゴシックホラーとかも意識しながら 作りましたえっ、ー、と今日、えー、と皆さん来ていただいてありがとうございます、えー、楽しんでいただければ幸いです今日は本当にご来場ありがとうございましたありがとうございます続きまして劇場で起こる数々の恐怖の真相を探る若手女優主人公の水木さら役を演じられました島崎遥さんお願いいたします 瑞希沙羅役を演じました島崎はるかです、えー、今日は初日ということでこんなにもたくさんの方がお越しいただいて本当に嬉しく思いますありがとうございます、えー、私が初出演ということでとても気合が入っております皆さん楽しんでくださいどうもありがとうございます続きまして沙羅の親友でありライバルでもある若手女優野村香里役を演じられました足立理香さんお願いします ありがとう <laughs> 香り役を演じました足立理科です、えー、本当にやっと皆さんに見てもらえるというのですごく皆さんの反応が楽しみで仕方がないです、えー、作品は怖いですけどこの時間だけは少しだけでも楽しんで帰ってくれたら嬉しいなと思います今日はよろしくお願いします どうもありがとうございます続きまして同じくさらのライバルで売れっ子人気女優篠原葵役を演じられました高田里穂さんお願いいたします皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます、えー、葵役をやらせていただきました高田里穂です、えっと、撮影から1年経ちまして自分の中でもすごく心境も変化してきてるんですけどやっと 皆さんに見てもらえるということですごく今気持ちが高ぶっています、えー、最後まで楽しんでいってくださいよろしくお願いしますありがとうございます続きましてさらとともに恐怖の真相を追う美術スタッフ泉役の町田圭太さんお願いしますありがとうございます泉役を演じさせていただきました町田圭太です本日は皆さん足を運んでいただいて本当にありがとうございます本当に僕も今日すごく楽しみにしていたので いろいろとお話しさせていただければなと思っておりますので皆さん今日はよろしくお願いいたしますありがとうございます続きまして癖のある機影の演出家錦野豪太役を演じられました小市万太郎さんお願いいたしますえ皆さんこんにちは今日いい天気でよかったですあの今回作品に参加させていただいてすごくいいチームワークだったなというふうに感じています 今だから話せる撮影中の裏話、印象的なエピソードなどをお聞かせいただければと思います。島崎さんいかがでしょう。私はあの監督がいつも頭にタオルを巻いたじゃないですか。そのタオルの色と靴の色がいつも一緒だった気がするんですけれども、あれは合わせていたんですか。そうですね。ちょっとあの <laughs> ちょっと色気を出してみました。<laughs> <laughs> 一応今ょは撮影結構盛りだくさんだよっていう時は注意信号で黄色とか今日はちょっとやばいぞっていう時はまあ本当赤いきたいんですけど赤はドギついてピンクにしたりとか今日は楽,楽だよって日はまああんまりないんですけど青とか緑とかねやっぱりその色でただそうですね靴も一応でもグリーンとかイエローとかあの買いましたこので。<laughs> そうだったね。さすが島崎さん、すごい鋭いですね視点がね。素晴らしいですね。他の方は気づいてらっしゃらなかった。あ、でも監督、うん、たくさんスニーカー持ってらっしゃるなってずっと思ってました、ね。それは感じてらっしゃったんですね。はい、でもまさか合わせてるとは、えー、思わなかった。<laughs> はい、そうでしたか。なるほど。足立さんはいかがでしょう。ええー。なんだろうな。こう皆さんがこの。 撮影の話をしている中申し訳ないんですけど本当に裏の話でああいうホラーを撮っている作品なんですけど裏はみんな仲良しで意外と普通にお話ししてたりとかしてたんですけどその時にあの胸が育つブラジャーっていうのが話題になってて <laughs> あれ 知らない？あ、それ聞いてない,かもない。かあれ嘘。なんかその結構女子が多いんですねはい、はい、出演者の中で、うん、その女優さんの争いっていうのも描かれているのでその舞台上に出ているこう女優の女の子たちと一緒にそういうブラジャーがあるから買いに行こうぜっていう話をちょっとしたことがありました。ごめんなさいこんな話で <laughs> やっぱり女子トークすごいですね。そう女子トークがすごかったんですよ。ディープですね。はい。で買いに行かれたんですけど。 私は買いに行ってなかったんです。<laughs> 一番買いに行かなきゃいけない私なんですけど、じゃ買いに行ってなくって、でも気になってたら、うん、いつの間にか私のメイクさんとスタイリストさんが行ってったらしくて、<ら>いいよって聞いたんで、早く行かなきゃなって思ってます。<laughs> 本当関係ない話です。すみません。申し訳ないです。でも口コミってね気になりますからね。すごい気になるんで。なるほど。はい、はい。高田さんどうでしょう。はい。 あのこの映画の主軸になる物語が、まあ、劇場を舞台にしてて、うん、舞台の稽,稽古中にこうどんどんこう追い詰められていくってことなんですけどその舞台の衣装がもうとにかく豪華で、うん、あれを着るのにも本当20分30分ぐらいかかるぐらいあの時間かかっててあと剣さばきとかもすごくまコツが必要だったりしてそういう。 あのリハーサルとかは撮影の前にあの監督とは別の方に指導させてもらったりしてなんでそういうところもあの皆さんに見ていただけたらなと思いますあと、多分出てるから分かると思うんですけど3人エリザベートで同じ赤い服着てるんですけど、うん、それぞれが違うんですよね、れれデザインが。 で髪の毛につけているのとかも全部それぞれ違ったので、うん、そういう見方も楽しいですそうですねそういうところも注目してもらいたいたです本当に細かいところまでこだわり抜いているんですね。